現在の五橋通り五橋通りは仙台市都心部の南西園あたりを東西に斜めに走る指導型平五橋通線に対応する仙台市の愛称命名道路五橋通と書く場合もある仙台市総合道路整備計画における骨格幹線道路も三環状十2放射状線のうち最も内側の環状道路である都心環状線の一部をなし都心部を迂回して 西部の仙台西道路と南部の東二番町通り、及びあたこ上杉通とを結ぶため、自動車交通上、重要である。五つ橋通りと称される道は、潜災復興区画整理事業の前後で区間が異なる、ため、以下に分けて記載する。仙台城下町において、通りは、〇〇に至る道を意味する。この命名法に従い、欧州街道から五郷に至る道であるため、 五橋通と江戸時代に名付けられた。この命名法に依拠し、現在の五津橋通でも終点側は五橋である。江戸時代から第二次世界大戦後の戦災復興区画整理事業までの五橋通は、清水工事との交差点である五橋から西へ向かい、欧州街道との交点までの東西の道を指す。現在の五津橋通のうち、終点の五橋駅前交差点から、 東二番町通りを過ぎて、東北大学片平キャンパス東側までの区間に当たる。当時のメインストリートである欧州街道から五郷に至る、この五橋通は街道から外れており、特別重要な道ではなかった。戦災復興区画整理事業によって、五橋通は北西方向に延長され、現在は延長部分も含めて五つ橋通と称される。 なお、現在の仙台市で、通りは仙台城下町の命名法の他に、町名と区別するためのものや、単純に道に命名されたものまで混在する。五津橋通は、前線にわたって仙台市青葉区内を走る。染市町に当たる区間。現在の地名では、右が北目町、左が片平。起点から直進して、片平町通り等々の分岐までは、 江戸時代の片平町の一部である。そのまま直進して予覚院町庭園前でやや左へ、折れ、万水通りまで短く直進して、仙台高等裁判所の前で右に折れる。この後、仙在復興区画整理事業で作られた約600メートルの長い直線区間に入る。この直線は5番目状になっている都心部において斜めに走る珍しい区間であり、 すぐに南町通りと交差して、その後も国分町通り、東一番町通り、柳町通り等と縦横に交わる。その後、北目町通りとの分岐でさらに右に折れて南進するが、この約350メートルの区間は、江戸時代の欧州街道にあたり、当時は北側が北目町、南側が染市町と呼ばれていた。上、染市町の中ほどで十字路にいたり、 直進は上、染め町の南半分、右折は七軒県町左折は復興期前の五橋通となる。そのまま東に進んで、仙台七地下鉄南北線、五橋駅がある、あたこ上杉通との十字路の五橋駅前交差点で終点となる。終点の先には、現在の連合工事がそのまま東に伸びるが、戦前は、清水工事の一丁東の東七番町より、 東が正式には連邦工事だったようである。なお、江戸時代には仙台六町に次ぐ地位を与えられた北見町に天馬が置かれ、仙台城下町の南のターミナルの役割を担った。ありがとうございます。